滑り軸受け滑り軸受けは、滑り面で軸を受ける軸受けを言う。作動流体によって、油軸受けと空気軸受けに分けられる。多くの場合、休止、潤滑して、その油膜で軸と軸受けの接触、凝着を防ぐ。比較的簡単な機械では、軸は鋼であることが多いので、凝着しやすい、友金の組み合わせを避けるために、真鍮。 制銅などの銅合金やプラスチックなどを加工したいわゆるブッシュを使い、潤滑剤としてグリスを封入するなどして使うのが初歩的な使用例である。軸受けの隙間に異物が入った場合の故障を防ぐため、異物が埋まるような比較的柔らかい材料が選ばれることが多いが、高質なセラミックを軸受けにする場合もある。滑り軸受け剤の性能の指標の一つに、 pv 値があり、p コール軸受けガ圧に v コール軸の収束をかけた値の範囲が使用できる領域であるという、選定のガイドラインである。軸受け部の摩擦による発熱が、熱伝導による放熱を上回ると、軸受け材料が溶融し、焼き付きに至る。よりシビアな用途では、特殊な軸受け合金が用いられる。組み立て直後の初期の馴染み性、対疲労性、 耐摩耗性など、相反する特性を要求されるので、多層構造の軸受けが使われる場合もある。外有軸受け、制圧軸受けも滑り、軸受けに含まれる。ブッシュは、独立した滑り軸受けで、ハウジングに挿入して、回転用途の軸受け面を提供するもので、滑り軸受けの中では最も一般的な形態である。一般的には、ソリッドブッシュ、スプリットブッシュ、 クレンチベアリングなどがある。三つのタイプの違いは、ソリッドブッシュは、全周がソリッドであること、スプリットブッシュは、長さに沿って、切り込みが入っていること、クレンチベアリングは、スプリットブッシュに似ているが、部品をつなぐ切り込みに、クレンチが入っていることである。フランジ付きブッシュは、スリーブブッシュの一端に、外径から、 半径方向外側に伸びるフランジを付けたものである。フランジは、ブッシュの取り付け時の位置決めや、スラスト軸受け面として使用される。ありがとうございます。